レ・パビヨン・スイコール・ボアは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリの北東約10キロメートルにある、郊外コミューンである。講義には、パリの各区と境界を接するプティ・クーロンヌのコミューンと、みなされる。レ・パビヨンは、パリのマレ賞大通りから約10キロメートルの距離であり、フランス国道の起点である。 ノートルダム大聖堂から約 12.2km で、ある。で、パビオンは、ルランシー、ビルモンブル、ボンビ、オルネースイコールボア、リブリーガルと接する。ラーイセン線とパリトラム1号線の駅である、ノアジイイコールルイコールセック駅との間をつなぐ、ラトップのバス路線105の終着である。他にノクティリアンのバス路線もある。コミューン内を50分刻みで通る無料のミニバスがある。 国道3号線がコミューンを通過している。カッシーニ地図に描かれたボンディの森1600年頃、現在のレパビオンは盗賊の住処であったボンディの広大な森に覆われていた。乗馬用の道柄古種と呼ばれる場所とをつないでいた。この場所はルランシーの古いマナーハウスの土地の上に築かれたものだった。大倉卿がこの領地を獲得後にマナーハウスは破壊され、 その後、豪舎の城が建てられた。1770年に、オルレアン公爵家が、ルランシー領主となると、ラフルシュの土地に二つの資料用路地が建てられた。ラフルシュは、城と街道とをつなぐ道路の入り口に当たった。この建物は、現在のレパビオンにおける、唯一の建物だった。建物は235年経った今も現存しており、 国道3号線とジャンジョール通りが交わる地点にある。1789年、城はオルレアン家によって放棄され、領地は細かく区画割りして売却された。フランス革命の混乱とフランス第一帝政の後の1815年、オルレアン家は資産を回復した。ナポレオン三世は即位すると、オルレアン家の資産を没収し、1852年に売却された。 1870年の不仏戦争までに、ルランシーの領地は徐々に解体されていった。土地のすべてが開発業者に引き渡され、堂々とした並木のある市道と庭園は公共交通のための道路に変えられた。この通りは後ジャンジョール通りに解明された。城は徐々に放棄され、破壊され、略奪者の手に落ちた。狩猟用ロ地も販売され、商事業者が定住した。 ルランシーは1869年にコミューンとなり、ルランシーの森はボンディに帰属するものとなった。分譲地が増え、郊外住宅地、ボンディフォレが生まれた。1870年の戦争中、プロイセン軍はこの境界線で数ヶ月駐留していた。これによって、コミューンのボンディとのわずかな分量、未来のレパビオンスイコールボアは経験することとなった。事業家、 ルイクサビエ・ガルガンの声によって、オルネースイコールボアとパリとをつなぐ鉄道路線が敷かれた。これによって、パリジャンが小さな郊外ボンリォレで過ごすことがさらに重要となっていった。1905年に行われたボンリからの新コミューン分離、成立では様々な名称が新しいコミューンのため考案された。1月3日にコミューンが成立した。 ボンディの森に敬意を表し、二つの狩猟用別荘を記念するボンディラフォレ、レパビオンといった名称に代わり、全体表議会はレパバユアン・スース・ボイスを選択した。1905年には初めての自治体選挙が行われた。644人の有権者に対し489人が立候補した。 コミューンは自ら成長し続け、資産を持たない多くのパリジャンを引き付け、彼らは安い土地を求めた。第一次世界大戦前、ウルク運河の北にある古い下水道処理場のあった場所は、ラプドレットと呼ばれていたが、消滅した。空いた土地は長期にわたって半ば放置され、地域の安全の大きな問題となっていた。20世紀の終わりになって新たな工業地帯と道路が、 作られたことで、ようやく土地の空白は埋まった。第二次世界大戦後、ウルク運河の北に新たな工業地帯が生まれた。増加する人口に対応し、新たな学校やスポーツ施設が建設された。コミューンで繰り返し発生する問題の一つであった、ルランシート・モンフェール名誉大地における安全な飲料水の流出は1990年代に解決された。 歴史家たちが狩猟用ロッジを歴史文化財に登録すべく活動することは大いに忍耐のいることだった。1986年にコミューンは東側の狩猟用ロッジを購入し1998年に修繕を完了した。指導の西側にあった狩猟用ロッジは2009年夏に復元された。ありがとうございます。